ランセランセどうもミスター・ブシトでございます。本日は光君へ本編解説第13回進むべき道。ということでね、主人公の真広が進むべき道を見つけておりましたね。あの字が読めない人たちが、そのね、無茶なこうね借金の契約をさせられてしまったりとかね、まあ、そういうことで、えー、主人公が、そういうね、貧しい人たちに文字の書き方を教えるよっていうのは、なんかね、昔の大河でもね、見たことありましたね。花模様だったかな。 花森でで同じようなありましたけどね、うん、でもいいですよねそういう話は、まあ、実際ね紫式部がそういったことをやっていたかっていうのは分かりませんけど、まあ、ドラマの主人公としてね、まあ、非常にいい行いなのかなというふうに思いましたさあ今回もですね戦国回しではドラマでは描かれていなかったこの平安時代のね歴史的ないろいろ動きというものをちょっと解説していきたいと思いますそれでは参りましょう第13回進むべき道の解説でございます さあ前回からですね一気に3年時間が進みまして永祖2年、まあ、省略元年でもねありますけども990年まで話が進んでしまいました、まあ、実はこの3年間にですね結構大きい出来事がありまして、まあ、このね金家の絶頂を象徴するようなイベントなんですけども、まあ、この話はねドラマで描かれるかなと思ってたんですが全くね触れられずにちょっとだけねあの気候の方で春日大社が映ってですねそこで話が出てましたけども、まあ、ちょっと詳しくお話ししていきたいと思います、まあ実はこの この3年の間にですね一条天皇の先々代の天皇一条天皇の父でもあります猿雄上皇と摂政となった金家の間でですね激しい駆け引きがありましたこの時ですねもう猿友上皇はその天皇の座を退いて上皇になってるんで、まあ、本来ならその政治にはもう関わらないというね立場になってるんですけどもこの時ですね猿友上皇は当時の,その朝廷の人事に介入してきてるんですよね。 はい、この天皇を引退して上皇になった人が院政って呼ばれるまあこう力を発揮していくっていうのはもうちょっと後の時代ですね。 えー、平の清盛とかが出てきた時代に、まあ、白河上皇とかそれからそのうちの,の後白河上皇とかが陰性っていうのを引いてね、えー、もう天皇を引退してるんだけど政治にガンガン首突っ込んでくるっていうのが、まあ、この後行われるわけですけどまだその時代にはなってないんですがあ英雄上皇はでですすねね結構口出しをしをてるんですよ、ねまあ、なのでもうこのね、えー、時代にはすでにちょっとこの、ね、陰性のこう芽吹きみたいなものがあったのかもしれないですね。 園遊条項はですねある時大井川の近くで行われた、まあ、イベントの時に舞、ね、を舞ったあ源時中に対してですね、えー、素晴らしい舞だと褒美としてお前を賛儀に任ずるという風にですね、えー、勝手に任官をしてしまいました、まあ、この源時中というのはあの左大臣の源の正信さんのお長男になる人物なんですけども勝手に園遊条項は決めちゃったんですね本来この朝廷の官職っていうのを与えるのは天皇の仕事 ですからねで天皇がまだ幼くてそれができないから代わりに摂政の兼家がそれをするっていうことになってるわけなんですけども、まあ、それを無視してですね上皇であるにもかかわらずよし源時中お前は三義だというふうに命じてしまったんですね。 まあ実際この後と、同時にちゃんと正式にこの時中はあこの参議院に任官することになるんですけども、まあ、本来やってはいけないことですからね、上皇がその人事に口を出すっていうことは、なのでこれはかなり当時の人たちからでもです、ね、非難を浴びたそうです、園雄上皇、何やってんのと、上皇がそれ決めちゃダメでしょうってね、結構言われたみたいですね、はいまあ、でも実際に時中は参議院になっちゃってますんで、まあ、今までの上皇は言わなかっただけで、実際こういうふうに上皇があ発言をしたら、ですねそれを無視できないというような状況だったんでしょうね。 そしてこれに味をしめたのか、英雄上皇はその後もですね、クロードにですね、自分の、ね、気に入っている人をですね、推挙したりとか、いろいろ人事に首を突っ込むようになってきますで。これに対してカネイもですね、黙ってはいなくてですね、自分の地盤を固めるためにですね、長男の道高をですね、かなり強硬的に内大臣に任官するということをやっています。 内大臣っていうのはもともとこれなかったあ両下の官って言ってね、えー、本来はまあない官なんですよ。大上大臣がいて、えー、左大臣右大臣がいてもうその次には大納言なんですよね基本的には。だからまあ普段は常駐されてない。 職なんですけども、まあ、何かね左大臣とか右大臣に何か問題があって政務が取れないよっていう時に、まあ、こう内大臣が、ね、任命されるってことがあるわけですけども、まあ、この時はですね左大臣に源正信右大臣に源為光がいますのでしかも2人とも元気なんで、まあ、全然そんな内大臣をね任官する必要性は全くなかったんですが金家はかなり強引にこの道坂を内大臣に任官させました。 なぜそこまでしなきゃいけなかったのかっていうとこれはもう自分の跡継ぎですよね、まあ、金家もおそらくそんなに自分が長くないと思っていたんでしょう、えー、関白の職をですね自分の子供に譲りたいというふうにね金家は考えていた,いたわけなんですけども関白っていうのは大臣を経験した人間にしか基本的にはなれないというふうになってたみたいです。 実際、道長は後にね、えー、その関白とほぼ等しい権限を持つ内乱になりますけれども、なんで内乱になったのかっていうと、そもそも道長は大納言までしか出世しなくて、大臣やったことがないから、関白になれねえよっていうことで、えー、そのね、関白ではなく内乱になったっていう、まあ、経緯があるんですけども、まあ、そういった背景があって、金重は道高を自分の後継者とするために、えー、ちょっと強引にね、本来は別に必要ない内大臣に無理やりこうつけて、ですね、えー、自分のこの家のね、基盤というものを固めていきました。 ドラマの中でもねこの金家の政っていうのはこの家をつないでいくことだっていう,、ね、いうふうに言ってましたけども、まあ、その地盤もやってるわけですこれに対して遠遊上皇はであれば、まあそのね、本来必要ない内大臣にこの道高をね任官するというのであれば、まあ、引き換えに自分の最も信頼している人間を参議にさしてくれということで藤原実助を参、ね、議に推挙しました。 禎輔、まあ、はねこの炎雄天皇の時代に黒殿党を務めて炎雄天皇から非常にね目をかけられていたので、まあ、ここで禎輔は晴れて参議院になることができたわけです、まあ、とはいえ禎輔は禎輔でこの炎雄上皇の自分の参議院の推挙っていうのは、まあ、ちょっとありがた迷惑だったみたいですけどね、うん、そこで今こう時の権力者である兼家を、まあ、敵には回したくないでしょうからね禎輔もだからそんな炎、ね、雄上皇のね鶴の一声で参議院になったりとかしたら目つけられちゃいますから、まあ、ちょっとありがた迷惑だなというふうに感じてたみたいです まあ英雄条項はめちゃめちゃ三ス輔気に入ってますからねもうお前だけだと私のことをね分かってるうもう真はお前しかいないぐらいのことを三ス輔に言ってるらしいんでめちゃめちゃ気に入られてるんですけど三、まあ、ス輔はちょっと困っていたようです、はい、でそして、えー、この時にね行われたのがその気候でもお話されていたあ大和の行行春日行行ですね一条天皇のこれはめちゃめちゃ大きなイベントでございましたなんでそれがねそんな大きいイベントなのかっていうとまずこの春日大社というのは えー、その天皇家にゆかりのある社じゃないんですよね、まあ、例えば一条天皇は岩清水八幡宮に行幸したりとか、まあ、それから、えー、鴨社ですね、えー、の方に行幸したりとかしてますけどもこれはどちらも天皇家王家に関係の深い神社社ですよねでもこの春日大社っていうのは藤原氏の宇治神を祀っている社な,んですよ、はい、なのでまあよそのよその神社にまあ行くということになるわけですね天皇の。 家からしたら、はい、でしかもこの春日大社は大和の国にあると京都のある山城の国の外の国ですねよその国にある社でもあるここに行くっていうのは、まあ、かなり異例のことだったんですよねなのでとてもこの春日大社一応天皇が行くか行かないかというので大もめしています 円融上皇は陰陽師の鴨の光義っていう人にいろいろ占いをさせてこの春日大社への行幸は良くないという風に、ね、言わせています、えー、不快の良しであるという風に、えー、文を出させてですね陰陽師がこういう風に言ってるからあ春日大社へ行くのはやめとこうっていう風にですね金井に対して言ってるんですよね。これに対して金井も別口の 陰陽師に依頼をしていろいろ占わせてで陰陽師が、えー「不快の無双がある」と「まあ、夢のお告げでよくない」って言われたってことでしょうかね「不快の無双がある」とか、えー「実際怪異が起きている」っていうふうにですね「陰陽師に証言させてですね「いや行かないとむしろ悪いこと起こる」というふうに言って「縁、え、優、ー、上皇が鴨の光よにね占わせてもダメって言ってるのにいやいやこっちも占わせた結果「行かないとダメって言ってますから」っていうふうに言ってまあ結局このお互いね、えー、どうしても春日大社に行きたい金家、えー、春日大社に一応天皇行かせた ない遠雄上皇というので、えー、バチバチに対立していましたまあ、遠雄上皇はここまでして、えー、このね春日大社へ、えー、一条天皇を生かしたくなかったというのにはまあまずねその金家の力が強くなりすぎるのが嫌だったっていうのは一、まあ、つあるでしょうね遠雄上皇の最大のライバルっていうのは自分の兄弟である霊勢天皇の 王子である宮定親王ですからね、はい、このいさ定親王が今東宮ということになっていて、えー、この一条天皇の次はこのさだ親王が天皇になるよっていう話になってるわけですけども、まあ、英雄上皇からしたらできれば自分の系統を代々 継がせていきたいっていう思いがあるわけですから、この伊予忠親王と近しい関係にある金家が力を持つのは望ましくなかったんですね。えー、金家っていうのはね、一条天皇の外戚でありながら、伊予忠親王の外戚でもありますし、どっちかっていうと伊予忠親王の方をですね、金家は可愛がっていたっていう話もあったりしますから、まあ英雄からしたらいい気持ちはしなかったんでしょうね。で、それにこうね、一条天皇って結構病気がちで、たびたび病にかかってるんですよ。なんとしてもこの自分の 遠遊系を正当にしたいと思ってるね遠遊上皇からしたらもう一応天皇がもし死んじゃったらもう全てがおしまいになるわけですから、まあ、なるべく遠くに行かせたくない、ね、遠くに行かせて、えー、それでね体調崩したりとかしてね、えー、重い病気にかかってしまう可能性もあるわけですからそんなね京都から出て山城の国から出て大和の春日大社まで行くなんてねそんなの無理だってやめ,やめてくれというふうに思ってたわけですしかし最終的にはですねこの金家の家娘 であり一応天皇の母でもある戦士秋子がですね天神の託宣を受けたということでもう天神様が行けって言ってますから行きましょうっていう風になったみたいです天神っていうのは菅原の道真ですね、まあ、たたり神としても恐れられてますからこの菅原の道真がまあ行けって言ってるわけですからそれをね保護にしたらどんな祟りが起こるか分かりませんので、まあ、その託宣に従って 結局、う、円融条項のね、この反抗虚しく、一条天皇は春日大社に行くことになってしまいました。まあ、この春日大社への、一条天皇の行幸は、兼家にとってはね、自分の、その、権力を世に、も見せつける絶好の機会ですから。何としてもね、やりたかったイベントだったと思いますんで、この、明子のね、天神様の託宣っていうのも、まあ、なんか怪しい感じしますよね。 うん、なんかね安倍の生命とかかに口裏合わさせてやったんじゃないですかね、うん、だってそんなのをね「あ私今神様にお告げもらいました」って言ってあの否定することができませんからね、うん、そんなわけないだろうっていうのはまあ多分ね阿部の春明ぐらいのすごい陰陽師的な人がね「いやこれ嘘ですよ」って言わないと多分覆せないでしょうし逆にね「いやこれ本当の作戦ですわ」って、えー、陰陽師の人とか言っちゃったらですねもう覆すことは不可能でしょうからね。 うん、多分何かか力が働いいいいたんじゃないかなとううふうに思います、はい、この辺がね面白くドラマで描かれるのかなと思ってましたけど、まあ、ちょっとなかったですね残念ながら、まあ、こうして一条天皇は山城の国を出て春日大社へ向かったんですが天皇が山城の国を離れたというのは174年ぶりのことだったそうですね、はい、だから本当にめったに起きないことだったわけですね、はい、でしかもこの時金井はですねこの天皇の行幸に愚部した大臣たちに藤の花をですね えー、頭にこう髪飾り的な感じでつけさせてたらしいです。はい。富士っていうのは当然そう富原氏の富士ですよね。はい。だから富原氏を象徴する富士の花を大臣たちの頭につけて、えー、一条天皇の行幸を行った。あまさにこうね富原氏があ今この世の中を動かしてるんだっていうことをまあ、世間に知らしめたわけですね。はい。この時がおそらく金家の絶頂だったんじゃないですかね。 うん、この大きな、まあ、この大仕事を終えてもしかしたらあんな風にちょっとねボケちゃったのかもしれないですね、はい、実際金家はこの後出家して、えー、自分のね息子道坂に関白のね職を譲っていくということになります。さあそして今回一条天皇のもとに受大した貞子がね 一条天皇となんか楽しく遊んんでるか貞子は一条天皇の3つ年上なので、えー、この物語中ではあの時14歳っていうことですね、はい、で一条天皇が11歳とあ、ね、仲睦まじい、まあ、まだ夫婦とはちょっと言えないですけどねあ仲良い,い親戚のお姉ちゃんみたいな感じで多分一条天皇は、ね、貞子とお、ね、遊んでるんだと思いますけどもこの関係に対して、えー、秋子はですね、まあ、かなり冷たい視線を送ってましたよね。 あ貞子に対してせいぜい遊んで差し上げておくれなんて言ってましたけどああ怖っっていうふうに思いましたが、まあ、実際この貞子と亜希子この2人の関係というのはかなり冷えていたみたいですね、はい、この2人が何か仲良くですね交流をしたという記録はほぼないですこの貞子の一族中野関白家の栄光を描いた枕草子の中にも出てこないですからねだから本当に多分関係性は良くなかったんじゃないでしょうか 逆に藤原道長の娘である少子ですね、まあ、今回生まれてましたけど智子との間に生まれた少子ですねちょっと名前がアキコでややこしくなっちゃうんでちょっと少子で読みますけども少子とこのアキコ選手との間には和歌を送り合ってるっていう記録が残ってるんですよね。 うん、なのでやっぱり、えー、明子はその道長のことが本当に大好きでその道長の娘の少子とは仲良くしてたけどこう、ねえー、貞子に対しては、まあ、かなり冷たかったんじゃないかなというふうに思います。貞、ま、子、あ、にとってはこう、ね、明子っていうのは姑であり叔母でも、ね、あるわけですからそんなにね、えー、遠い、えー、間柄ではないんですけどね血で言ったら。まあ、ドラマのの中ではあその自分がその えー、英雄情うま、ね、くいかなかった原因があ自分の家族にあるっていうことからこの道高とかをね明、えー、子は恨んでてで道長だけを信頼しているっていうことになってるから、まあ、こういうふうに描かれてるわけですけどね、うん、でも実際の秋子ももしかしたら何かね道高とかには思うところがあったのかもしれないですよねこんな冷たくしてるわけなんでね、まあ、今後ねこの中野関白家の孤立っていうのがあるわけですけども、まあ、貞子とねこの明子の関係っていうのもうーんちょっとね見るのが辛いかもしれないですねどんなふうに描かれてるのか。 はい、まあ、楽しみでもありますけどね。はい、えー、そして今回ね、ちょっと政治的なところで言うと、ちょっと道長がね、だいぶ出世して仁、えー、の定めに参加して、えー、民をね、えー、大事にしましょうよっていうことを言うっていうシーンがありました。まあ、ここで、えー、終わりの国をね、国史を解任したばっかりだからっていう話がありましたけど、まあこれはですね、非常にあの今時代では有名な話のようです。終わりの国軍事百世ら下文、えー、というね、えー、記録が 残っててましてこれはですね、まあ、この物語の少し前ですかねに藤原の元長という終わりの国の国士つまり終わりの神がですね解任されたというきっかけになった文,文でございます下文でございますこれは終わりの国の百姓たちがその時のねこの終わりの神だった元長があまりにもひどい統治をしているということで31か条の秘宝を書き連ねてですね 31個も「こいつねこんな悪いところがある」っていうことをね言ったわけですねで何とかしてくれっていうふうに、まあ、朝廷に訴えて「収束っていうんですけどね訴えてで本当にこの元永がクビになってしまったっていう事件ですねはいいろいろあるわけですけども、まあ、一つ例に挙げるとその絹ですね絹の納める量っていうものが前年の2倍以上になってるっていうものがありましたねそれまでは田んぼ2丁4段につき絹,絹1段だったかな っていうルールでねこの税を納めてたわけなんだけどもそれがあ田んぼ1丁につき1旦になったっていうふうに書いてましたんでだからまあ2.4倍になったってことですよね負担で言うとまあね今でもね増税増税言われてますけどもまあ普通じわじわ上げてくじゃないですか消費税でもね 3%5%8%10% ってまあ刻むわけだけども一気に倍にしちゃってるわけですからねー5%からいきなり10%にしちゃいますみたいなね まああんま変わんん <laughs> んまま変変わわねねええかか結局今の増税も辛いですよ、ねま、ただですねこの「収祖」っていうのは別にこの「尾張の国」だけで起きてたわけじゃなくて本当にいろんな国でね起きてたんですけどたまたまこの「尾張の国の」のその31か条の秘宝「尾張の国軍師百世ら下踏っていうのが、まあ綺麗にこう残っちゃってたんでね後世まで。 あの記録として残ってたから、まあ、この藤原の元長だけがですね、えー、こう名前が残ってしまってねちょっとかわいそうなんですけどまあこいつだけがあそういう悪い国志だったわけじゃなくてねもっといろいろこう、まあ、いたらしいんですけどね、まあ、実際にこの藤原の元長があクビになった後も、まあもも尾張の百姓たちっていうのは度々中訴してますからね、うんまあ、そういった意味では、まあ、そもそも尾張の、ね、百姓たちがちょっとねあの文句言いがちっていうところがあるのかもしれませんけども。 まあいくら貴族とはいえやっぱり民をねそんなね苦しめすぎるとこういうことになるというわけですね、はいまあ、それに対してこう道長がね良くないというふうに言って三重助がちょっと道長に一目を置くなんていうね描写もありましたけども、まあ、実際道長がそんな民にすごい優しかったのかっていうとまあちょっとそういうことはないんじゃないかなというふうには思いますけどね、うん、逆にでもめっちゃ厳しかったっていうわけでもないと思いますけど、うんまあ、そこは主人公補正なのかなという感じがしますはい。 えー、そして、えー、今回ねちょっとお、まあ、ワンシーンでしたけどね気になるシーンがあったんで解説しておきたいんですがあ藤原の信孝ですね、えー、真宙のお父さんのいとこにあたるたびたび真宙の家にやってきてね真宙の結婚についてなん,なんやかんや言ってる信孝がですね、えー、ド派手な格好をして <laughs> なんかだいぶ黄色い格好をしてましたけど何かねお土産を持ってきていました、はい、御嶽詣にね行ってきたよと言ってましたけども、えー、御嶽詣っていうのは当時ですね、えー、その奈良あ大和の国にある金布線っていうところに え行くことだったみたみいですね、まあ、ここに行ってそのまあ神様に、ねまあ、祈りを捧げる的なことだと思うんですけどもこれ本来は白装束で行くのが通例だったみたいですね。真っ白の お質素な格好で、えー、この金布線に行って、まあ、神様にいいお祈りしてくるっていうのが普通だったらしいんですけども、まあ、信孝はあいやいや別にねそんな質素な格好でね行く必要ないでしょうと別に神様はそんなこと言ったんですかとむしろね派手な格好で行った方が神様の目にもとどまるしいいでしょうって言って、えー、あのド派手な山吹色の衣装を着てで自分の息子にもすごい派手な格好をさせて、えー、この御モー詣を実際やっていたらしいです。 でその数ヶ月後にあの派手な格好してね御嶽ド行った数ヶ月後になんとこの信孝は筑前守つまり太宰府があるすごく重要な土地ですね九州の筑前守に栄転しております、はい、なのでこのね実際あの派手な格好して行ったのはあれご利益があったんだなと効果あったんだなというふうに、まあ、世間の人に思われたみたいですね、はい、まあこのね信孝自身はあの非常にやっぱ能力のね高い人間だったみたいですね仕事がすごくできるから 栄転、ねまあ、してたっていうのもあるみたいなんですけど、まあ、その運の強さっていうものも、ね、持ち合わせていたのかなというふうに思います、はい、ちなみにこれはあ清少納言の書いたあすいません清少納言の書いたあ枕草子にねあるんですけども枕草子の哀れなるものっていう段に書かれています、はい、哀れなるもの、まあ、つまりこう物悲しいというかね物悲しいというかまあしみじみとするなみたいな感じですかね哀れっていうのはねしみじみとするなみたいな、まあ、そこに出ていきます まあでもこの信貴のこの派手な格好がその哀れなるものとして書かれてるわけじゃなくて、こういうモーデに行く身分の高い若い貴族とかがまあ哀れなるものだなっていうふうに清少納言は言ってるんですよね。あの身分が高くて若いのにそういう新人深くて一生懸命そうやってねあの見武モーデとかに行って精進してる姿が哀れだなとしみじみするなとなんかいいよねみたいな感じで言ってるわけですね。 でその話の中であそういえばみたいな感じで御ー詣といえばあ信孝って人がすごい派手な格好をしてえ言ってたっていう話があったよみたいな、ね、え感じで書いてますねはいだからまあおまけ程度のエピソードなんですけども、まあ、この、ね、枕草子にこのエピソードが残ってることでこう信孝の、ね、キャラクターっていうのがすごい立ってるのかなっていうふうに思いますさあそして最後今週の「道陰」でございますけどもいやー悪そうな顔してましたね今回ね 妻と、ね、娘相手になんかいろいろ言ってましたけども、はいまあ、後継者争いでちょっとそろそろ父親がね金家がもうボケちゃって、えー、そろそろもう先が長くないというのが見えてきたのでこれはもうちょっとね黙ってられませんよということでちょっとバチバチになってたんだと思いますけども、まあ、ただですね、えーまあ、これなんでこういうふうになってるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、演出上の都合なのか分かんないんですけどあのもうこの時点で道陰はあの後継者争いから 脱落してます負けてます、はい、ますす負けこれはあの最初の「園雄条項」と「金井」のやり取りの中でえお話ししましたけども道高が内大臣についちゃってるんですよね。でなんで大大臣についたのかっていうその無理やり金井は道高を内大臣にしたのかっていうとそれは関白にするための布石だということをお話ししましたよね。大臣を経験したことがないものが関白につくっていうのは、まあ、ちょっと難しい前例がないからね、えー、難しいということで、えー、道高を大大臣にしておこうっていうことで、えー、内大臣に道高がなってるわけですから。 もし金家が死んだとしても道金はこの時ゴン大納言で大臣を経験してないので関、まあ、白にはなれないんですよもう道坂が内大臣になったとその時点で、えー、負けてんすよね <laughs> 道金はね、うん、だからなんかまだわかんねえぞみたいな空気出してたのが逆にちょっとなんか滑稽でしたけどなんでこういうふうにしたんですかねちょっとね、うん、そこの説明が、うん、なかったのは何、まあ、な,なんですかねちょっとわかんないですね時代交渉でね多分指摘はされてると思うんですけどねはい でそして、えー、今回ね登場してた道金の娘ね貴子かわいそうだったななんかもう全然懐いてなかったじゃん道金に、まあ、この子は道金のね長女だったので、えー、この後一条天皇にね受胎するんですけど、まあ、そこでねその代理が消防した後の仮住まいがなんかすごく暗かったらしくて「比べ屋の女房」っていうねなんか悪口を言われてる子ですなんかなんか不憫ですよねかわいそうですよね まあ道金自身もこの孝子っていうのは自分の制裁の子供じゃないんですよねえ今回も出てきてましたけど茂子ですかねえこの女性はあの道金の性にあたる人物なんですよ制裁は別でいるんでね性にあたる人物なんだけど本妻との間にはねこの娘が生まれてなくてこの茂子との間に唯一娘が生まれていたからまあこの孝子を受罪させたっていうまあことがあったわけですよねはいまあだからね本当にその道金はね多分この妻それから娘 をですね、えー、自分の道具程度にしかね考えていなかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただあ道金が死んだ後ですね。この茂子はですね。あの音量に取り憑かれて、道金のおそらくね。短いの音量に取り憑かれて、えっ、ー、と道長を殺そうとするみたいな話があるんですよ。まあね、この話が本当かどうか分かりませんけど、まあ、道金が死んだ後もですね。なんかそんな音量とかに取りつかれちゃってね。トラブルを起こしてちょっとなんかかわいそうな。うんなんか不憫な。 ね、妻と子だなっていう風にね。思っちゃいますね。うんまあ、この音量の話とかもね。描かれるんでしょうかね。いや、ちょっと本当に怖いですね。道金がね。どんな感じで死んでしまうのかね。その死んだ後、どんな感じで音量になるのかちょっと恐ろしいですね。まあ、ため楽しみな面もあるんですけどね。どんな風に描いてくれるのか？ 非常に楽しみでございます、まあ、今回ねあの源の明子をですね道永のもう一人の妻の方の明子がその金へのね扇をもらってなんか受訴するみたいなシーンもありましたけど、まあ、あれも別にその記録が残ってるわけじゃないんでねこのドラマのまあオリジナルの設定だとは思うんですけど、うんうん、まあこういうそのねあの脚色がやっぱこの光る君はすごいですから。 だからこの道金の最後もね派手にちょっと脚色してくれるんじゃないかなと期待してますもうてか最初から道鐘は脚色されすぎなんだけどね槙野のお母さん殺したりとかして、うん、とんでもないいじられ方してるから、まあ、最後までね面白いキャラクターで、えーね、あの物語をね盛り上げていってほしいなというふうに思います。 さあ本日の話はここまででございます。いかがでしたでしょうか参考文献などは動画の概要欄に書いてありますので詳しく知りたいという方はそちらを読んでみてください。そして告知でございます。来月ですね、5月の3日金曜日祝日にトークライブを行うことになりました。場所は東京・秋葉原でございます。詳細はですね、動画の概要欄に書いておきますので、チケットの購入もそこからできますので、ぜひね、皆さん、ふるって参加してください。はい楽しい グライブにします、えー、話の内容は今考えてるのはこの平安時代の、まあ、武士について話そうかなと、まあ、大河ドラマの中ではほとんどね描かれていない、まあ、ちょこちょこ、ね、ちょい役で、えー、武士のね存在も確認はできるんだけども、まあ、武士のことはあんまり語られてないのでドラマの中で。 ちょっと今回はトークライブの中でね源の寄り道だったりとかねその源氏の武士たちの話とかをできたらいいかなという,ふうに思ってますのでチケット代は前売り2000円となっております。それから遠方でね、えー、来れないよっていう方は m r ターブ h とのサブチャンネルのメンバーシップの中で、えー、公開しようかなと思ってますので、まあ、そちらも詳細は概要欄見てみてください。えー、ぜひよろしくお願いいたします。皆ささんにに会会えるのを楽しみにしししみておおりままますそれではまたお会いしましょうさらば